じゃない、おいしそうよ。あなた派手にぶちまけてもらおうかしら。覚悟は良いな、リン。そのたまりにたまった贅肉、余と奏者がまるっとそぎ落としてやろう。貯めたのは税金だってば。ダンサー、手加減無用よ。あのピチピチセイバーをやっちゃって。言われるまでもないわ。あのサーバット、あたし好みの子だもの。たっぷりと味わってあげる。気を引き締めろマスター。いかに錯乱しているとはいえ、リンは A ランクのマスターだ。それなりに手強いぞ。それなりって何よ、それなりって。あったまきた。あの二人は無期懲役の労働刑ね。さすが月の女王様、進歩を作るのも思いのままね。それじゃ楽しむとしましょうか。いい尻尾じゃない、哺乳類。ぶっ刺した後は私の毛皮のコートにしてあげるわ、おばさん。それはどうも、爬虫類。こちらもこんがり焼いた後、その尻尾をリザードのパンプスにして差し上げましょう。ごっくり。どちらも高級品ね。共倒れしてくれないかしら。月の女王を名乗るには10年早い。まずは金融界でトップに立ってからの話だろうよ。何なの、あのサーバントの説得力。性格的に超気に入らないのに、相性的には超バッチリな気がする。私帰ってもいいかしら。いいじゃない、おいしそうよ。あなた派手にぶちまけてもらおうかしら。いかに音楽の才を持とうと、貴様には足りぬものがある。それをヨガこの剣で教えてやろう。いいわ、格付けといきましょうか。あなたと私、生き残った方がより優れた歌姫よ。歌の勝負ではないのですね。人間社会が生み出した無垢の怪物、大抵は被害者だが、貴様は完全に加害者だな。あら、同情の余地はないって顔ね。割と似た者同士だと思うけど、私たち勝手な風評で変わり果てたのだもの。言っていろ。私は死後の話、貴様は生前からの話だろうよ。若作りはここまでです。その彫像にはあなた自身が入りなさい。できるのならやってみれば。トゲは私の領分よ。あなたは血を抜いた後、惨めな剥製にしてあげる。そういう機能はつけていないのですが。そこに直れランサー。芸能の何たるか、税を極めた王自らが教えてやろう。なんていうカリスマ、思わず弟子入りしたくなっちゃう。というかちょっと素敵じゃない、あのお方。気を確かに、ランサー。あのサーバントはマジ危険です。軍門に下ってはいけません。ごめんなさい、簡単に潰れないでくださいね。哀れな娘よ、貴様の愛は奏者には届かぬ。世が鉄壁となって弾き返す。わからない、あなたの言っていることは何もわかりません。セイバー、好きだって思ってほしくて、何が悪いんですか。潰します。私の邪魔をする人はみんな潰れちゃえばいいんだ。ぐちゃぐちゃにしてあげるわ、ハーチャー。憎しみで我を忘れたか、哀れだが、これも男の仕事だ。その愛着正してみせよう。うん、わー、ヤンデレストーカーがマジギレマーダーにクラスチェンジとか、 BB の本性も知れますね。ふざけないで、私は本気です。これは私の愛、私の恋、 BB なんかとは違うんだから。どいて、どいてください。私を人間だって言ってくれたのなら、どいて。それは違うぞ。俺が認めたものは貴様の愛であって、貴様ではない。本物になりたいのなら、見事この俺を倒してみよう。くだらない宿業だ。
命を懸けるほどのものか。映画を極めるのなら最後の幕は崩壊以外ありえまい。花の時代は終わりだ、セイバー。四度目の落葉を迎えるがいい。太陽の化身がバカを言え。日はまた昇るというのだろう。我が奏者が呼ぶ限り世は灰になっても舞い戻るぞ。坊主の説法は届かなかったか。クシャトリアとして立つ瀬がないな。言うな。届きすぎたがゆえのこの始末だ。底意地の悪い男だな、アーチャー。何敵と喋ってるのよ。あんたたち BL の野球部かっつーの。人間が救われないのは当たり前です。そんな無駄口叩けなくなるようアルバイトに放り込んでやりましょう。うるさい、このショアルミコモドキ。ハルナ、あいつには手加減いらないからね。承知している。手加減して勝てる相手ではない。あれは俺と同格、いや格上の神霊だ。いささか物足りぬが決着の時だ、ランサー。その首で退屈を慰めるとしよう。風神の矢とはいかぬが俺の弓もなかなかだぞ。なるほど。強いて言うのならアーチャーのクラスだったか。投げ捨てるほどの財とはますます我らは相入れないな。ガメイン、初撃で決めます。宝具の開封を。最後の戦いまで奥の手を隠しておくですか。全く正しいですけど、その作戦は私にも当てはまるってことを少しも考えなかったんですか。何ですって。待望のアンコール、決めていくわ。正真正銘、これがあなたとのラストナンバーよ。全てを出し切った私の本気を見せてあげる。それはこちらのセリフだ、エリザベート。舞台の星にふさわしいのはどちらか、決着をつけよう。自分の好きなように生きて何が悪いの。私の美しさは絶対よ。それがわからないあなたたちこそ悪と知りなさい。あいにく昔から芸術には疎くてね。お前のそのなんだ、キュビズムの良さが未だにわからない。あんなの私だってわかんないわよ。私の可愛さはちゃんとしたパースだってば。一人じゃ輝けないですって。それじゃあなたはどうなのよ。私より何倍も汚れたサーバントのくせに。別に私、自分が輝く気とかないし。祝福されるべきはご主人様で、私はその陰で支えられればそれでいいのです。うるさいうるさいうるさい、繁栄雄のくせに幸せ歌ってんじゃないわよ。雑誌よ、鑑定の結果など語るまでもなかろう。あれはただの欠陥品、玉に傷というやつよ。何よ、そんな冷めきった目で私を見ないで。私は永遠に若いの、昔にはならないのよ。行くぜ、がっかりさせんなよ。死にかけと侮るなよ。今回の毒は特別性だ。前のようにはいかないぜ。是非もない。死にかけの反逆者の牙は侮れぬ。それが狙撃手ならばなおさらだ。全力で叩き伏せるぞ、アーチャー。おお、いい顔だ。言いたかねえが、剣を持つ姿だけは認めてやるぜ。お互い手の内は見えている。今回はフェアな戦いだな。ふん、遮蔽物がない段階でこっちが不利なんすけどね。あ、ハンデってことで流してやるよ。トラップじゃ俺のが上なわけだし。減らず口は死ぬまで、いや死んでも治らないか。まともな英雄にはまだ遠いな、森の狩人。は、減らず口に嫌味で返すあたりオタクもブレないね。ところでイケモンってどんだけ種類あんの。伝説のイケモンとかいるわけ。もちろんいますとも。暗黒イケモン生命とか、脳筋イケモンゴールデンとか。いえ、間違ってもゲットしたくないですけど。今さら突っ込むのも野暮なんだが、てめえの世界観
ほんと自重しねえのな。しかしこれも因果かねえ。最後の相手が王の中の王ときた。これも俺が本物のロビンフットでいいんじゃない。ふん、いかない偉業を築こうとも贋作が新作になることはない。だが俺を殺したとあればその道理も覆える。試してみるか、ザッシュ。もちろん、大殺しは俺のライフワークだ。オタク見るからに暴君面だしな。さ、溶けるように踊りましょう。私の愛が歪んでいるですって。笑わせないで。それじゃあ正常な愛とは何？あなたに答えはあるの、セイバー？あるとも。当事者だけでなく万人が見て心を打たれるもの、それが正しい愛の形だ。世にも貴様にも届くことのないものだが、それは確かにあるのだ、メルトリリス。綺麗事はたくさんよ。私は恋人だけで、外の人間なんてみんな消えてしまえばいい。恋はいつか冷めるものだ。お前の望みは永遠に叶わない。それを俺の手で教えてやる。やめて、聞きたくない。私の恋は永遠よ。いえ、私の恋だけが永遠なの。それをこの足で刻みつけてあげる、アーチャー。恋はいつか冷めるものだ。お前の望みは永遠に叶わない。それを俺の手で教えてやろう。見どころがあったから見逃してあげていたのに、随分と生意気なのね。いいわ、ここで消えなさい、アーチャー。ちょうどいいパワーソースね。あなたをまるまるドレインして元の強さを取り戻すとしましょうか。ふん、最後まで自分がない女でしたか。借り物の体、借り物のレベル、そんな女にご主人様を渡すわけには参りません。英語が愚かですって。不老不死をつかみ損ねた男らしい負け惜しみね。私は永遠そのものになってみせる。たわけ、英語が愚かなのではない。それを求める心が哀れだと言ったのだ。その盲念、死ななければ晴れぬらしいな。このまま仕留めるぞ、リン。しかし、赤に赤とは派手ないでたちよな。あ、もしやペアルックというやつか。そんなわけないでしょ。たまたまよ、たまたま。強いのかバカなのか、つかみどころのないセイバーだな。どうやら基本スキルも同じようだな。また自分との戦いとは、俺もつくづく成長のない。いいんじゃない、昔の自分と口喧嘩するよりマシでしょ。何を言っているのか理解できないが、随分と仲がいいようだな、あの私と遠坂凛は。サブクエストとはいえいい機会です。そこのアチャオさん、一度心ゆくまで焼きを入れたかったので。なんて邪悪な魔力なのかしら。気をつけて、アーチャー。あのサーバント、性根からして腐っているわ。アーチャー、あいつ。ああ、言われるまでもない。英雄王ギルガメッシュ。もう一度戦うことになるとはな。ほう、どうやらどこぞの時空で蹂躙した小物と見える。良いぞ。雪辱を晴らすがいい。その贋作でできるのならばな。いいね、久方ぶりの一騎打ちだ。なぜここにいるかは問うまい。剣と槍、存分に火花を散らそうではないか。おう、望むところだ、お嬢ちゃん。なぜ戦うかよりどう戦うかが俺たちの勝負だ。英霊ってのはそうでなくちゃな。結構単純な者同士気が合うということだな。これはますます負けられんぞ、ランサー。バカ決定戦開幕だ。バカ言うな。琴峰神父がマスターとはな。今回はアサシンの真似事はしなくていいのかね。言ってろ、シリガル。
新マスターの前で土下座の一つでもさせてやるぜ。それはいい提案だ、ランサー。私に遠慮はいらん。全力で戦うがいい。手加減の必要はない。死力を尽くす時だ、ランサー。てめえにしちゃ珍しいオーダーだな。ありゃそれだけの相手ってことかい。あれ、私なんか悪者認定されてます？あれの性格は読めている。油断しているうちにへこませるのだ、ランサー。おうよ、財宝も根こそぎ奪って丸裸にひむいてやるぜ。なんと品のない。思い違いはするなよ、雑種。あの連中と俺には何の関係もないからな。お任せください、マスター。傍若無人に見えて公正な愛に満ちている。まさに花のような少女騎士だ。倒るのは心苦しいよ。マスター、同情はお控えください。敵は倒す、それだけでよろしいかと。そうだったね。それじゃあ簡潔に終わらせようか。個人悪を正すパブリックガーディアン、聞こえはいいが、その独善に君はいつまで耐えられた？無論死ぬまで。途中で気づいたのならおとなしく成仏しているさ。そうか、礼を欠いた質問だったな。こちらの勝利をもって謝罪としよう。随分と明るい性格みたいだけど、君あれが素なのかい、キャスター？それはその、今は戦いに専念いたしましょう、マスター。ゲー、前の私ってあんなに気取ってたとか。幻滅。よし、化けの皮剥がしてやりましょう。参ったな、キャスター。あれは凄まじい英霊だよ。ほとんど神様みたいなものじゃないかな。とんでもございません。あの英霊は人がは神を否定した愚か者です。別に倒したところで何の罰も下りません。そうなら倒しておこう。イレギュラーは私一人で十分だ。ムーンセルトの動機を開始、蹂躙を始めましょう。それが貴様の翼か。その姿でよく我が奏者の前に立てたものだ。心身ともに変わり果てたな、BB。 私の姿とあなたのマスターが抱く感想に何の因果関係があるというのです？あなたたちは最後まで私に不要な数値のようですね。そうか、皮肉すら通じないのでは。もはや切り伏せるしかないな。昔から壊れた機械は叩いて直せだ。結果の書き換えは今の我々には通じない、ビビ。いや、ムーンセル、正しい計測機械に戻るがいい。正しい？間違いしか犯さないあなたたちが正しさを語るのですか？その思い上がり、虫のように潰してあげましょう。もう完全に元の意識はないようですね。ですが、それも自業自得。舞台裏の遊びはここまでです、ビビ！愚かな。舞台裏こそ現実なのです。表舞台とは良いところだけを組み上げた即席の虚構、何も取り繕う必要のないありのままの世界を与えましょう。そんなのお断りです。恥も外聞もない世界とか、ぶっちゃけ動物と同じだし。見えっ張りな人間のすごいところ見せつけてあげましょう、マスター。ギルガメッシュ、最低者であるあなたが私を破壊することは承服できない。私たちは同じ視点のものではないのですか？笑わせるな。最後まで見るという点が同じなだけだ。お前は人類史を嫌悪し、俺は人類史を楽しんでいる。であれば、もはや戦うほかあるまい。我らは互いの仇敵だったのだ、ムーンセル。馬行同人、神女腹蜜、慈悲です。
戯れといたしましょう。この世すべての人間に愛される、それは貴様を否定する者も含めてか。はい、憎まれるのも心地よいもの。どのようなものであれ無駄遣いはいたしません。あなたと違って好き嫌いはないのですよ、セイバー。それは襟好みではない、子を尊重しての敵対だ。殺生院キアラ、誤った自母神の末裔よ。その欲望ここで断ち切るのみだ。ここまでの怪物とはな、道を間違わなければ優れた救世主になっただろうに。残念に思ってくれるのですか、アーチャー。では今からでも私の強制を。あなたの剣になら喜んで体を差し出しましょう。その手に乗るか、魔性菩薩め。人間が生み出したこの欲望の極限よ。貴様の愛はここで終わりだ。神とは超越者であると同時に与えるもの、与えられることだけを目的としたあなたに神の座は不相応、即刻退去していただきます。あなた様に叱られては私も恥じるばかりでございます。さすが悪霊落ちした方のことの葉には重みがありますね。まあ負け犬という重みですが。このアブズレ、ご本尊に喧嘩売りやがったな。しかも犬扱いとか、もう宇宙の果てまで呪い殺す。不法占拠はここまでだ。好き嫌いはあれ、見事な返上だ殺生院。欲望の果て確かに見せてもらったぞ。光栄です、英雄王。あなたは私を理解し賛同してくださるのですね。では私にとろかされた地上の王たちのように私の愛を受け入れてくださいますか。いらん、そのようなものを食うのは犬だけだ。女の化身よ、未来のない欲望は俺の趣味ではない。ここでボロクズのように散るがいい。